一気に決めてやるぜ。打ち込むだけが脳じゃねえか。船ごとぶっ殺してやる。てめえだけはここでぶっ殺す。ダメだ。一度冷静にならねえと。一気に決めてやるぜ。向こうもやる気みてえだな。少し様子を見るか。てめえだけはここでぶっ殺す。 割には大したことなかったわね。終始敵艦を圧倒しました。勇者の力はこんなもん。くそ、また勝てねえのかよ。そんなこと言われても。
何イチャモンつけてんのよ。こっちが大勢いるの分かってて、そっちからしか。まあ気持ちは分かるけどね。アレスも1対1なら今のシュシュなんかに負けないし。無か。なんですって。だったら今からやってみる。ふふーんだ、いいわよ。ちっちゃいシュシュならアレスだって。アレス様、ご無理はなされない方。そうですよ、早く。なんでおめえはそう自分。ええ、みんなアレスが負けると思ってるの。バカにしやがって。覚えてやがる。なんかあの人、前の時より怖くなく。結局何が目的なのかもわからないし。って着いた早々にバタバタしちゃったけど。そうですな。そうね。ここに置いてきたのはアルティスなのよね。そう見た。あう。よし、それじゃあまず。とっくに見つけた気がしない。おい、いい加減。こっちはも。なん。まあ、シュシュが来た以上しか。な。確かにこんな格好で遊んでるってシュシュにバレたりしたら。からかう。そんなバカな。君ほど悪の美少女。そうですか。とにかく今さらやめられてもこ、いくらでも困るといいのです。私は悪魔だから。卑劣な。君は友に正体がバレたら困る。そう、そのまさかだ。もし君が俺との約束。やめてください。汚いですよ。正義のヒーローのくせに悪魔を脅迫するなんて。俺だってやりたくてやってるわけじゃない。こんなやり方は正義に反するも。よし、ならば少しだけ妥協してくれないか。妥協？ああ、俺としては今のままの設定で行きた。
しなさい。どれだん？落ち着いて。やっと私の番ね。どうしようかな。性格変えるよ。ベン、頑張れ。どうしよう。あ、もう私の番なんだ。変身！相手してあげる。ベン、頑張れ！どうしよう。あ、もう私の番なんだ。やった！これでもっとシュシュ様のお役に立てるっす。ごめんね。思いっきり当たって。やっと私の番ね。どれの番ね。私の番なんだ。胸がざわざわするのだ。さーて、アルティスはどこにいるのかしら。いえ、アルティスさんなら。やめとけやめとけ。今の嬢ちゃんに何言っても通じねえよ。そうですね、アルティスさん。ねえねえ、そのアルティ、一言で言うと悪魔や。悪魔は？悪魔が仲間なの？もともとは悪魔だったらしいっすけど、今は天使なんすよ。はて、それは堕天使の逆の。ああ、まさにそれっす。悪魔のアルティスさんは昔っから悪いことをしようと、いろいろと気の毒なやつでな。悪事を働こうとすると、それが積み重なって天使にされちまったそうだ。それはまたユニークなお方。天使が仲間。うん、それはま、性格は悪魔らしくひねくれてるんだけどね。ふーん、それでさっきの変な仮面つけてた子はアルティスちゃん？はい、多分。というより。だから違うってば。アルティスはあんな服着てなかったでしょ。あう、二人。まあ、アルティスさんのことっすから、勝手に自爆するようなことをやらかしてるんだと思うっすよ。坊主、おめえも言うようになった。お、来たな。うわっ、うわっ、うわっ、びっくりした。すまない。もう、なーに。よし、ほん、あ、また。おお、君たちは。へえ、あ、この人なんだか奇遇ですな。わた、協力って何よ。おっと、俺はこの金星界を。ま、いや、そんなポーズとかいちいち。アルティメットファイターかける。はあ、うわ、確かにちょっ、いいえ、これはとっととヒーローの世界を。はあ、これは君たちも見た。あ、隠す気。今まさにこの世界は奴に征服されって聞いちゃいないわね。はあ。